民イコール・リュベッケ軍は、ドイツ連邦共和国のルトライン・ベスト・ファーレン州の、北東端でトモルト行政管区、オスト・ベスト・ファーレン・リッペ地方北部に位置する軍。1973年に、民伝軍とリュベッケ軍とが合併して成立した、この軍は、風車が、数多く保存されていることから、ミューレン・クライスを自称する。この軍、の人口は約31万7千人である。 特に人口密度が高いのは、南は、ヘルフォルトやビーレフェルトを経由して、ルール地方へ向かい、北は、ハノーファーに至る、交通路沿いの民伝、ポルタベストファーリカ、バートエーンハウゼンを結ぶ軸である。この地域は、農業が盛んで、その他には、機械や、施設製造あるいは、電子産業の中小企業が、軍の経済を担っている。バート・エーンハウゼン付近では、 観光業や健康サービス業も重要な役割を演じている。この軍は、その大部分が、北ドイツ定地に位置し、ほぼベーザー川より西側にある。ただしベーザー川東岸にも、比較的大きな軍域を持つノルトベストファーレニ州、唯一の軍である。この領域は、おおむね、1815年まで存在した、プロイセンの民伝工領だった地域である。 軍内の有名な建造物としては、ワサーストラセンクロイズ民伝、ポルタ・ベストファーリカのベーザー渓谷にある、カイザー・ビルヘルム記念碑、民伝のプロイセンの防衛施設などがある。ミンイコール・リュベッケ軍は、ノルト・ベスト・ファーレン州の最も北東部、オスト・ベスト・ファーレン・リッペ地方の北部に位置する。軍の西、北、東は、完全に、ニーダーザクセン州に囲まれている。 ラーデンに属すプロイシシュシュトレーエンに NRW、ノルトプンクトと呼ばれる、ノルトベストファーレン州の北端地点がある。ミンイコールリュベッケ軍の地形図軍域は北、ドイツ定地と中ビく山地からなる。軍北部の定地は、軍域面積の4、5を占める。軍域の北ドイツ定地部分は3つに細分される。東部のベーザー渓谷、西から北西部のラーデンディーペナウアー、 ゲースと北部のディープホルツ帝層湿地である。これらの地形は、デュンマーゲースと帝地に包含される。ベーザーベルクラントに属する帝山地のビエン山地と、ベーザー山地が軍域を東西に貫き、北ドイツ帝地の南の境界を成している。ベーザー側の西にあるのが、ビレン山地である。ベーザー山地は、その延長線上、ベーザー側の東側にあたる。 軍内で最も高い山は、ビーエン山地にあり、リュベッケの南にあたる、海抜320メートルのハイトブリンクと319メートルのブルセルブリンクである。ビーエン山地は、西側で高度を下げ線形に弧を描きながら、エッゲ山地につながって、その間に、小さな峡谷、エッゲタールを形成する。ビーエン山地の南は、ラーフェンスベルク丘陵である。 ビーエン山地北側の狭い山麓がリュベッカー、レスラントである。軍域北西部の低地の中にポツンと、シュテムフェーダー山がある。これはドイツで最も北の、最も小さな中引く山地の一つである。この山地で最も高いのは、シャルフェ山である。中引く山地の総面積は、約72平方キロメートルで、軍域面積の約1、12である。 ラーフェンスベルク丘陵は、約142平方キロメートルで軍の位置、6を占める。ベーザー川は、軍の南東端から軍内に流れ込むとすぐに、グローサーベーザー暴言と呼ばれる大空局,局部を経て、ポルタベストファーリカ付近で、ベーザー山地とビエン山地との間を突き抜ける。その後川幅を広げ、蛇行しながら、低地を流れていく。 北東のペータースハーゲン付近でベーザー側は、この軍から離れる。軍域内のベーザーの流路は 59km である。民伝近郊の民伝水運路ジャンクションでベーザー側は東西に流れる、ミッテルラント運河と交差する。この運河は、ベーザー側と並ぶ軍内のもう一つの、連邦水路である。軍内のこの運河の距離は 39km である。運河の南と、 北は、ベーザー氷河谷である。運河と、平行して流れるベーザー川支流のベスタウ川が、かつては湿地を形成していたが、その大部分は、人の手によって、巻き地化された。残った湿地の中で最大のものが、グローセストルフモアである。ラーフェンスベルク丘陵の民伝リュベッケ部分では、ビーエン山地と平行に、 ベレ川が流れ、バート・エーンハウゼン付近でベーザー川に合流する。南西部では、流出して間もないグローセアウ川が、ビーエン山地を貫いて流れ込み、北ドイツ定地を北に向かって流れる。軍南西部のビーエン山地内では、グローサー・ディークフルス川が流出する。グローサー・ディークフルス川ははじめグローセアウ川の西側を流れ、軍の最北端付近で、 グローセアウエ側に流れ込む。軍の北西からフンテ側の堤防までは 350km ほどの距離がある。ビーエン山地とベーザー山地はローカルな分水海を形成している。この山地の南側の小川はベレ川に向かって流れ、北側ではグローセアウエ側やベーザー川に流れ込む。また、シュテムベーデやプロイシシュオルデンドルフの西寄りでは、 フンテ川に向かって流れている。群域は、ベーザー川の支流によって考えされている。大きな湖は、グローサーベーザー暴言をはじめとするベーザー川沿い、グローセアウエ川沿いや、ビーエン山地内にある。グローセルトルフモアは、大きな湿地の名残で、その名の通りデータン採掘が行われている。群内の湖はいずれも、自然のままの姿ではない。 軍内の最低地点は、ペータースハーゲンの水路で、海抜27メートルである。文化地域上、軍域は3つに分けられる。中引く山地南側がラーフェンスベルガーラント、山地の北側の東半分がミンデナーラント、西半分がリュベッカーラントである。五二社は、昔別の軍であったというだけで、自然環境上の違いはない。 ペータースハーゲンの東約 60km にハノーファーが位置している。ビーレフェルトはバート・エーンハウゼンから南西に約 32km にある。ブレーメンはラーデンの北約 80km、オスナブリュックはプロイシシュ・オルデンドルフの西約 35km である。ミンイコール・リュベッケ軍は11の市町村からなる。このうち8つが市である。 バート・エーンハウゼン、エスペルカンプ、リュベッケ、ペーター・アス・ハーゲン、ポルタ・ベスト・ファー・リカが中規模軍都市、ミンデンが大規模軍都市に格付けられている。以下の表に、各自治体の人口、面積及び人口密度を示す。ミンイコール・リュベッケ軍の土地利用。黄色が農業用地、緑が森林、赤が住宅、交通用地、青が荒れ地である。 軍の南北軸は最大約 40km、東西軸は約 55km である。南西のプロイシシュオルデンドルフから北東のペーターイコールシュリュッセルブルクまでは約 50km、南東のポルタベストファーリカイコールアイスベルゲンから北西のシュテムベーデディーリンゲンまでは約 60km の距離がある。以下の表に軍内の土地利用を示す。 軍内の森林占有率は11.2%で、比較的小さいが、それでもプロイシシュオルデンドルフから民伝ンンまでビエン産地のおね道を森から外れることなく歩くことができる。エスペルカンプ市も森の町と言われる。ビエン産地とベーザー産地の森が、軍内最大の森である。この他に、シュテンマーベルゲ、ハイスターホルツ、ポールシェハイデ、 レーファーバルトが大きなものである。市町村別では、約20%のリューベッケからわずか3%程度のラーデンまで差がある。軍の東側は、シャウムブルクの森に直接境を接している。農業用地は65.7%と、州平均よりも随分大きく、デトモルト行政管区に属す軍の中でも最も高い値である。自治体別では、 バート・エーンハウゼンの30%から、ラーデンの80%以上までばらつきがある。校舎は、オストベスト・ファーレン・リッペ地方で、最も土地の農業利用率が高い市町村である。軍の面積の3%を水面が占めている。これは、周平均よりも優位に高い値である。これは、ベザー川やミッテルラント運河及びその両側の池や、湖、さらには、 バスタウテ地の広い湿地によるものである。人口密度の分布この軍の人口密度は280人、平方キロメートルで、連邦平均よりもやや高い。しかし、軍内の住民の分布には、ばらつきがある。人口密度は、南から北あるいは、東から西へ行くにつれ徐々に低下する。従って、軍の北西に位置するシュテムベーデが88人。 平方キロメートルと最も人口密度が低い。反対の南東部に位置する民伝、ポルタ・ベスト・ファーリカ、バート・エーンハウゼンの三市で軍の人口の半分以上を占める。ラーフェンスベルク丘陵及びベーザー山地やビーエン山地の北楼は人口密度が高い地域に含まれる。この地域では集落が境を接して並んでいる。この地域は 肥沃な王土の土地で古くから開墾されていた。軍の北部とミッテルラント運河南の帯状の一帯は特に人口が希薄である。これらの地域は比較的痩せたゲーストや出地である。中びく産地自体は深い森に覆われており、ほとんど人は住んでいない。例外はビーエン産地西部の峡谷エッゲータールだけである。この軍は、 暑すぎない夏と比較的穏やかな冬を持つ中央ヨーロッパイコール海洋性気候である。年間平均気温は摂取8.5度から摂取9.5度である。降水は年間を通して安定して降り、年間降水量は約650から800ミリメートルである。雪が多い冬やひどく寒い冬は稀である。 降水は主に西から北西にかけての風によって大西洋から運ばれる。比較的近い北海は気候に対してはあまり影響していないと考えられる。東から吹く風は降水量が少なく夏の暑さや冬の寒さを増すが全体として大きな影響を及ぼすものではない。降水量が最も多いのは6月で、 ところによっては冬にも多いところがある。民ン,ンとラーデンファールの気候表を示す。リュベッケでは日中の気温が摂氏0度以下の日が11月3月までの間に平均37日ある。年間日照時間は1435時間で6月の200時間から12月の32時間の間に分布している。軍域は 気候上の明らかな相違に基づいて、以下の3つの地域に分けることができる。民イコールリュベッケ軍は、ニーダーザクセン州との宗教に位置している。軍境の83%が宗教となっている。これは、ノルドラインベストファーレン州で最も高い数値であり、ドイツ全体でもこれを上回るのは、ベルヒテスガーデナーラント軍だけである。北は、 ディープホルツ軍とニーインブルク、ベーザーアー軍、東は、シャウムブルク軍、南は、ノルトラインベストファーレン州のリッペ軍とヘルフォルトー軍、西は、ニーダーザクセン州のオスナブルク軍と境を、接している。民伝工領とミミコール・リュベッケ軍現在の、ミミコール・リュベッケ軍は、旧、民伝工領として確かな一体感を有している。民伝では800年頃にはすでに、 カール大帝によってキリスト教家の努力がなされ、これと並行して民伝周辺に住むザクセン人との戦闘が行われた末に民伝司教領が設立された。ザクセン人の族長でカールの敵となったのがビドキンと出会った。彼は現在も伝説としてこの地で語り継がれている。民伝司教区は中世世紀に 帝国諸公の民伝司教領へと発展していった。その領域は、司教区としては随分小さなものであったが、現在のミニコールリュベッケ軍の軍域と、ほぼ一致した。軍南部、現在のプロイシシュオルデンドルフ周辺は、12世紀までに、対等してきた、ラーフェンスベルク伯領に属した。ラーフェンスベルクは1614年に、ブランデンブルクプロイセン領となった。 1550年頃の宗教改革以降は単なる象徴として存在していた民伝子教領は1648年のベスト・ファーレン条約によって廃止され世俗の民伝考領としてブランデンブルク選定校のものとなった行政府は初めペータースハーゲンに置かれたが1650年から一時的に1669年からは高級的に 民伝に置かれることとなった。1719年、プロイセンは、ラーフェンスベルク伯領と民伝公領を、民伝ラーフェンスベルクとして、行政上統合した。民伝は、民伝ラーフェンスベルクの首都となり、1723年からは、戦争、国有地省が設置された。これにより民伝は、1947年まで、維持されることとなる、 ベスト・ファーレン東部の主導的な官僚、行政都市としての役割を確立した。1759年8月1日の民伝の戦いでは、この地域へのフランスの進出を防ぐことができた。しかし、その後1807年にナポレオン占領下に置かれ、事実上フランスの区別であったベスト・ファーレン王国に編入された。当初は、 この領域の一体性は保たれていた。旧、民伝綱領は概ねベーザー県民伝軍に当てられた。1810年、ベーザー川左岸のベレ川より北がフランス帝国の直接統治下に移行された。残りのベーザー西側の領域はベストファーレン王国に留め置かれた。1813年から1814年にかけて、この地方は、 ベーザーライン間に市民政府を経て、再びプロイセンの統治下となった。新たに組織されたプロイセン政府は、民伝公領を再生しなかった。ただし、民伝湖は、プロイセン王の正式な肩書きの一部として残された。この地域は、ベストファーレン州、民伝県の一部となった。1816年以降、この地域に、民伝軍とリュベッケ軍が設けられた。 現在の軍域のうち、南部の一部は、ビュンデ軍及びヘルフォルト軍に属していた。1816年に、軍独立士となった民伝は、オストベストファーレン地方全域の行政センターとなった。この都市は、それ以前から、プロイセン兵が配備されていたのだが、この頃から、プロイセンの防衛都市に拡充されていき、これ以後重要な軍事都市となった。民伝地方では、 秋の軍事演習が繰り返し行われ、皇帝が山の境界からそれを観越した。軍南部は古くからプロイセンの経済援助を受けており、テキスタイル工場、リネン工場、さらに後にはタバコやハマキの工場が設立された。北部は初め農業が盛んであったが、1916年以降、やはり巨額の援助を受けて、 ミッテルラント運河が開通し、民殿水運路ジャンクションに面した民殿は重要な経済都市に発展していった。第二次世界大戦後、リューベッケ弾薬庫跡に現在のエスペルカンプ市が建設された。エスペルカンプはドイツ最大の難民都市の一つであった。第二次世界大戦後、ここに旧ドイツ東部地方からの避難民が移り住み、さらにその後、 当時のソビエト連邦からの避難民が加わったのである。その中にはメノー派の信者らもいた。リッペ州がノルトベストファーレン州に併合されたことにより民伝は主要な行政都市としての機能を喪失した。1974年、民伝軍とリュベッケ軍は合併して、ミニコールリュベッケ軍となった。市町村は合併し、その数は少なくなった。軍の行政機能は、 民伝に置かれた。当時のノルトベストファーレン州では、ミニイコールリュベッケというダブルネームは、とても珍しかったのだが、リュベッケへの配慮として容認された。ビュッシャーハイでの周辺図1973年1月1日のビーレフェルトポーの発行に伴う、ノルトベストファーレン州の抜本的地域再編によって、ミニイコールリュベッケ軍は成立した。プロイセン時代に設立された。 民伝軍とリュベッケ軍とが合併し、行政機構は民伝に集約された。同時に、それまで独立していた数多くの自治体が、現在の大きな自治体に統合、整理され、行政共同体は廃止された。新しい軍域は、おおむね旧民伝軍と旧リュベッケ軍とを合わせた地域であった。ただし、旧民伝軍に属し、 1972年12月31日までは独立した自治体であったウッフェルンはヘルフォルト軍に移管され、フロー投資の宿に編入された。2006年にはニーダーザクセン州とノルトベストファーレン州との間の条約に基づいて、それまでニーダーザクセン州が管理していた約1万6000平方メートルの土地が ノルトベストファーレン州のミーコールリュベッケ軍に移管された。これは連邦所有の土地で1998年までドイツ連邦軍第155軍団倉庫及び兵員動員基地として利用されていた。ここを産業・工業地域として再開発するための法的基盤整備が現在行われている。1973年の地域再編直後から 時折論議されていた、エッゲ教国に位置しているニーダーザクセンの村落、ビュッシャーハイデを、プロイシシュ・オルデンドルフに併合するという案は、事実上廃案となった。しかしプロイシシュ・オルデンドルフは、2009年から、ニーダーザクセン州のバートエッセン氏に代わって、防災業務を請け負うこととなった。民伝の軍庁社民イコールリュベッケ軍の軍議会の、政党別議員数は、 以下の通り、1999年まで、軍の代表者は、上級軍管理者と名誉職の軍長の二頭体制であった。1999年から、軍長は直接選挙で選出される、軍行政の責任者となった。任期は初めは5年間であったが、2009年から、通常6年に改定された。現職のラルフ・ニーヤマンは、 任期満了前に辞職した前任者ベイルヘルム、クレーマーの後任として2007年に軍長に就任した。彼は、ノルトラインベストファーレン州の市町村法により2009年の選挙を経ず、2014年までを任期とする。ニーヤマンは2014年の選挙で再選され、任期は2020年まで延長された。ミンイコールリュベッケ軍成立後の4人の軍長は、 以下の通り、一般的な軍の代表者は、軍議会で8年ごとに選出される軍管理者である。軍長のヒメニア、空位の場合、軍行政府の長としての軍長の職責を引き継ぐ。民イコールリューベッケ軍の紋章は1973年9月11日に、デトモルト行政官区長官の認可を得た。図柄、左右に分割。向かって、 左は赤字に、銀の交差した2本の鍵。鍵の刃は互いに外を向いている。向かって、右は銀時に3つの赤い山形図形。民イコールリュベッケ軍の旗軍の紋章は、民伝軍のシンボルを引き継いでおり、デザインもこれを強く踏襲している。また、リュベッケ軍最後の紋章のデザイン要素も取り入れている。鍵は、聖ペテロのアトリビュートである鍵を表している。 この衣装は多くの地域で紋章のデザインとして用いられている。ここでは鍵は民伝司教を象徴するもので民伝司教区、民伝公領、民伝市の紋章にも採用されている。赤字にこれを配するのはこの衣装を用いる場合の典型的なデザインである。民イコールリュベッケ軍の大部分は民伝公領に属していた。ところが軍南部の 小さな領域は、ラーフェンスベルク白領に属した。紋章の向かって、右側の領域のデザインは、ラーフェンスベルクの山形図形であり、ラーフェンスベルク白の紋章と同一のものである。山形図形はこの地方、特に、ヘルフォルト郡の市町村やビーレフェルト市などの紋章で、デザインとして採用されている。旗については、以下のように規定されている。 民伝水運路ジャンクションの地図ミッテルラント運河は内陸水運によって重要である。この運河は民ンで、やはり航行が可能なベーザー川と民伝水運路ジャンクションによって交差している。ここには数多くの水門が設けられている。ポルタベストファーリカのフェンネベック地区に地域、グライダー用飛行場がある。最寄りの国際空港はハノーファー空港である。 軍内を連邦アウトバーン A2 号線と a 3 5号線が走っている。また、ブレーメンに通じる交通量の多い連邦道 B482 号線と B61 号線も通っている。A2、A30、B61 号線はバーとエーンハウゼンで交差している。連邦道 B65 号線は軍を東西に貫いて民伝とリュベッケとを結んでいる。 この道路は、ディープホルツから、ヘルフォルトやデトモルトを経由して、バートマインベルクに至る南北の交通路である、B239 号線と、リュベッケで交差する。また、ボームテからシュテムベイで、エスペルカンプ、ヒレ、ペータースハーゲンを経由して、ビーデンザールまで、軍北部を東西に走る修道770号線も、重要な道路である。この他に、ボームテと、 ディープホルツ島を結ぶ、連邦道 B51 号線は、軍政端のディー・リンゲン付近でわずかな区間ではあるが、軍内を通っている。連邦道 B514 号線は、バート・エンハウゼンとフロートを呼びカレタール島を結んでいる。民電駅重要な幹線鉄道ベルリン・ハノーファー、ルール地方線及びハノーファー・オスナブリュック、アムステルダム線の旅客。 貨物列車が軍域を東西に貫いている。これらの幹線から二つの単線鉄道路線が分岐している。ビュンデ・ラーデン間を結ぶラーフェンスベルガー鉄道と民伝、ペータースハーゲンラーデ、ニーンブルク、ベーザーさらにはフェルデン経由でローテンブルクにまで至るベーザー・アラー鉄道である。いくつかの駅の近くに自転車ステーションが設けられている。 数多くの広域自転車道やローカルな自転車道が、軍内を走っている。例えば、ミューレンルート、ベーザー自転車道、ウェルネス自転車ルートなどである。軍域の大部分は農業に利用されている。この軍の農業がいかに重要であるかは、以下の数値が示している。ミンイコールリュベッケ軍の面積は、デトモルト行政管区の17.6%に、過ぎないが、そこに、 行政管区全体の牛の1、5、豚の1、4、採卵用の鶏が1、3が飼育されているのである。民伝には食品産業、化学産業がある。メリタの本社はこの町にあり、バスフの支社もある。バート・エーンハウゼンは医療機器の中心地である。バート・エーンハウゼン、民伝、リュベッケ、ラーデンには総病床数。 約2300床のミューレンクライス病院がある。バートエーンハウゼンには、ノルトラインベストファーレン心臓病、糖尿病センターやミューレンクライス病院の100%個法人である、アウグステフィクトイラ病院の多多くの開業医がある。リュベッケには、パリタテスカンソジアルベイリンが経営するホスピスの、フェリタスがある。ミンイコールリュベッケ群のパリタテスカンは、自助グループ交流会を運営している。 ここでは約300の自助グループが交流している。特殊な教育施設として以下のものがある。ミンイコールリュベッケ軍では1970年代から軍内に残る41の風車、水車、ロスミューレを保存するプログラムを実施している。軍は1980年代からミューレンクライスとして広報活動を強化し、 1990年代の終わりからそのロゴを作成して公式に使用している。ミンイコールリュベッケ軍には60を超える自然保護地区がある。総面積は約7100ヘクタールで、軍の総面積の6.2%が自然保護地区である。特に広いものを以下に示す。この軍にはハンドボールブンデスリーガでプレーするクラブが2つある。 トゥスネッテルシュテットイコールリュベッケと GWD、民伝である。このため、この軍は、ハンドボールの中心地として、特別な地位を占めている。ありがとうございます。